皆さんこんにちは、阿久澤幸です。今日はですね、だいぶ昔にダウンロードしたゲーム、この風の旅人というゲームをやってみたいと思います。こういった雰囲気のゲームをやるのは1個とかでやったかな、確か。友達がね、貸してくれてやった覚えがあります。なんだか謎めいた感じですよね。実際本当に謎めいてて、確かね、行き詰まったんですよ久々に最初からプレイしてみようかなって思います。で、ね、コントローラー動かすと動くんですよ。こんな感じですね。で、はい、さあどこに行こうかな。スー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 、こっちかな、こっちかな。うん、太陽が差してますね。でもまあ行くところはあっちなんですね。ここはね、この間久々にやった時に行きました。ツイッターにもあげたかな。一生懸命登ってますね。がんばれ、がんばれ、がんばれ、がんばれ。あとちょっと。はい。始まりましたね。風の旅人。旅人はどこに行くんでしょうかね。どこから来てどこに行くのか追っていきたいと思います。はい、てなわけで行きます。ヒュー、これ好き砂場みたいなね。これビジュアルとかあれかな、もうちょっと見れたりする。スーッと、右スティックをね倒すとこうやって全体が見れるんですけど、いやー広大ですね。あまりやるとね酔っちゃうからね。進みますか。なんでしょうかね。ぱっと見は誰かの墓標みたいな感じですよね。名前のない誰かもわからない、ちょっと寂しい感じがしますね。遺跡かなんかですかね。なんか並んでる。ちょっとなんか切なくなりますね。なんで並んでるんだろう。こっちが？あ、こっち一人。え、寂しくない？こっち一人だよ。こんなにいっぱいあるのに。よいしょ。よいしょ。上に行きまーす。参ります。はい。てなわけで、来ましたね。集まってきました。光が集まって消えましたね。おお、お札の力ですかね。ホールド。これがホールド？ホールド。で、もう一回。
回やっちゃうともう終わっちゃうんだよね。こんな感じで、ヒュー。進んでいきますよ。あ、またある。ヒュー。わあ。お、すごい着地かっこいい。こっち側は何かあるのかな。あ、なんかある。なんだろう、神殿？駅っぽいですね。砂に埋もれた。へえ。なんかありそうだけど見えない。見えないです。え、なんか見えん？見えないよ。壁だよ。え、ちょっと待って。どこにいる？あ、いたいたいた。あ、見てる。別になんかなんもないよね。こっちは？ひゅっ、あ、落ちた。特になんもなさげかな。でもあれ？向こうに、どっちに向かって進んでいくのかな。どう？太陽に向かって走るんだ。ダッシュー。あ、行けちゃうね、これ。どこまで行けんだろう。あ、風が強い。あちゃー。いけないですね。ここまでだ。こっちかな？シュー。いけないところがちゃんとね。あ、気持ちいい。スノボみたいですね。ヒュー。あ、だいぶ降りてきました。よいしょ、あ、ジャンプできない。で、あそこかな？皆さん、きっと今頃ですね、だいぶ眠たくなってるんじゃないでしょうか。いやー、これね、眠たくなって正解だと思いますよ。しっかりね、寝られると思います。こう、みんなどうなんだろうな、私はっていう話なんですけど、結構ですね、YouTube 見ながら最近よく寝るんですよ。そうするとね、よく眠れるので。おー、わっきれ、うわー、あー、空飛んだ。ゴールド丸って書いてある。丸？ホールドした？何をホールド？おーおーおー、ミッション的なね、そう、謎解きみたいなのがあるんですよ。ちょこちょこありまして、これを解放していくと道ができてくる的な。待って、ホールド、はいはい。うわー、あー、これ好き。いいですね。集まってくるんですよね。じゃあ、もうちょっと別のところ行ってみましょうかね。ちょこっとだけ飛べるんだよね。あの辺り行ったらなんかあるかな。なんかね、ちょこちょこ謎解きみたいな感じなんですよね、このゲーム。いや、なんもない。あそこになんか飛んでるから、あそこのなんか見に行けばいいかな。なんかね、この辺とかありそうだよね。
かあればね、あの反応してくれるんですよね。なんもないので、降ります。シュッ。こっちかなぁ。さてと、どこに行きましょうか。中国の建物に似てますよね。そういうイメージしてるのかな。ちなみに建物とか見るのすごく好きなので、昔の建築物とか、そういったのの写真とか見るのすごく好きです。まあ、だからこの世界観すごく好きなんですよね。よいしょ。あ、届かない。飛んでからかな。えい。あ。もうちょいもうちょい。もうちょいもうちょい。頑張れ頑張れ。ありがとうありがとう。助けてくれて。よいしょ。あ、届かない。ちょっと待って。ここのさ、この子たち呼んだら来る？あ、来た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 。よし、オッケーだ。おー、光に包まれましたね。え、なになになに？落ちた。でもまだ何もしてないよ。落ちたよ。意外だもんね。よいしょ、呼ばなきゃ来ないもんね。わっ。で、これをどうすればいいんだ？あった。関係ないか、これ。よし。したら、この上かな？よいしょ。あ、いっぱいあった。あそこですかね。あれ、さっきここ来たな。来てたわ。ありがとう。こっちだねー。うりゃ。あ、あっちじゃない？あっちあっち、ほらほらほら、なんか光ってる。こっちだこっちだ。よし。で、これで、ここに、お、なんか光った。こっちもかな。あ、おー。すごい。あ、かわいい。なんだろう。お？どうしたのかな？あ、誰かいる。神様かな？なんだろう。どういう存在なんだろう。太陽が、おー、きれい。星かな？いっぱいなんか模様が並んでますね。なんだろう。美しいな。わあ、なんだろうね。なんか光ってる。感じでですね、進んでいくんですよね。で、私もね、前やったのいつだろう。だいぶ前かな。プレステ買った時だった気がするから、確か、プレステ4を買った時に、これをダウンロードしたんですよ、確か。だったので、だいぶ忘れてるんですけど、まだちょっとね、最後まで行ってないんですよね。この機会にね、ぜひ、最後まで行きたいな。新たなステージに来ましたね。また綺麗なところです。ちょっと物寂しさがありますよね。あ、すごいゆっくり歩いてる。
早く歩けばこうなんだけど、ちょっとだけ傾けるとね、ゆっくり歩く。さて、ひゅっ、ひゅっ、しちゃ。さ、行くぞー。こっちだよー。ひゅっ。多分ここもそうなんだよね。ゴールド。お、起動した。札がいっぱい出てきた。お、足がかかりましたね。そこを辿っていけばいいのかな。でもこの橋何個かあった気がするんだよな。ね、1個じゃちょっとね、足りない気がする。ここじゃいけないもんね。あ、すごい。なんだろう。光ってる。まあ、飛んでる。でもここまでだもんね。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。何個あった今。なんかあった。ん？気のせい？気のせいか。光りますかね。この辺あれかな。なんかあそこにある気がするけど。それ関係あるかな。なんだろう。あ、ここで使うんじゃないかな。次は、あ、ほらほらほら、いっぱいある。マッパをおそらくですね、全部集めるのかな。スタートする。こうだね。また新しいのが出てきましたね。来た来た。ふわっとふわっとふわっと。オッケー。シュッ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 シュー。ここですね、次。よいしょ。はい、行きましょう。レッツラゴー。今この音も好きだな。これ見ながら眠くなったら寝て大丈夫ですからね。私のチャンネルは、その、なんて言いますか、睡眠促進剤になればいいなってちょっと思ってます。夜寝るときに、私もそうなんだけど、結構 YouTube かけっぱなしで寝るんですよ。で、そういう時に聞いてもらえるような動画も作れたらいいなと思って、ストーリーものだったりとかを選んで動画作ったりもしてます。なんですよね。だから映像を見なくても楽しんでいただけるような動画作りをなるべくしていきたいなと思ってるんですよね。だから何回かけてもいいし、また見たいなって思ってもらえれば嬉しいかな。結構ね、私がいいなって思っているゲーム実況の方がいるんですけど、その方が結構そういう感じでやってる、うん、そういう感じにわざとやってるわけじゃないのかもしれないですけど、なんていうか、テロップつけたりとかそういうのもしないで、普通に流してて、で、普通に喋っててみたいなやつなんですけど、すごく見てて、なんていうか気楽なんですよね。だから、
私もそういう風になりたいなと思って実況を始めたっていうきっかけもあるんですよ。だからただただね、ゆっくり時間のある時に聞いていただければ嬉しいなって私は思ってます。ほんとね、ちょっと長めの動画が多いからね、まあ聞いていただければ嬉しいなっていうところで、慌てなくていいですからね。私も慌てません。ありがたいなって本当に思いますよ。何の話してんだ。ダメだな、ちょっと私も眠くなってきてるな。足かかるか、かかんないか、これもかな、こんなので終わり。なんかどっかでなんかありそうなんだけど、どこだ、どっかでどっかですりゃなんか終わりそうだよな。すりゃそうだ、どっかでなんか終わるだろう。しよ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 し、テロップつけちゃうともったいないかなと思って、普通にこのまま流します。やっぱりね、見た目も素敵ですからね、一緒に楽しんでもらいたいな。いや、いい感じかな。どこまで集まったかな。だってなんかさ、これ見てるとさ、スイミーを思い出すんだよね。いやー、あ、かわいい。あー、またどこが風の旅人さんなのかな。そういうな、空も飛んじゃう旅人さん。ちょっと待って、もうちょい、もうちょい、頑張れ、もうちょい、あ、ちょっと待って、そうどっから、あ、こっちから行け、こっちから行ける、行けなくない、あ、待って、君たち行かないで、あ、行けた行けた行けた、これで行けるでしょ、 OK、 よし、これでどうだろうな、まだあるかな、これで全部かな、いけたかな。もう橋がかかりましたね、いい感じ。さて、どっちから行けばいいのかな。あそこだね、空の飛んでる感じがいいですね。わーっと、ここでもまたあれか、あ、ちょちょちょ、行き過ぎた、こうかな、あ、これあれじゃない、全部つければいいのかな、よいしょ、ちょっとてるかな、大丈夫かな、なんか2つ足りない気がするんだけど、そこ、あ、
った座った、かわいい。お、また誰かがいる。あ、綺麗。お母さんとかかな。綺麗だな。あ、この人がそう？お、なんか出てきた。柱？違う、塔かな。電車？なんかずっと続いてる。なんだろう。長いな。あ、綺麗。幻想的ですね。ここは通っちゃっていいのかな。お、新しいところですよ。夢の国っていうとあれですけど、違うのを思い浮かべちゃうけど、幻想的な。おお、綺麗。このゲームですね、ご存知の方はもう有名な作品なのでご存知だと思うんですけど、トータル90分くらいでできるらしいんですよね。早ければだと思うんですけど、なんてね、3回分に分けてちょっと進んでみたいかなと思ってます。これ動かせるやつかな。ひゅー、なんか違う世界、すごいな。砂がちょっと赤くなって見えますね。そこまで行ったら、ちょっとね、せっかくだからそこまで行きましょう。これはエンドレスゲームですね、ほんと。終わらない。ここだけちょっとやりましょう。何が出てくるかな？お、お？なんだ？あれ？これ初めて見た気がするな。なんだろう。こんなの見たっけかな？なんか呼ばれてますね。あっち行きってことかな。まだいる？まだいるね。まあ、じゃあ今日はここまでにしましょうか。あんまりね、進んじゃうともうやめ時がわからなくなってしまうので、今日はここまでにしたいと思います。またね、続きの動画を流していきたいと思うので、その時はぜひまた見に来てください。いいなーって少しでも思っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。高評価もぜひいただけると嬉しいです。はい、というわけで、阿久澤幸でした。今日もありがとうございました。おやすみなさーい。